なんだ、お前か。この辺りでウサギの着ぐるみを着たやつを見なかったか。俺じゃねえぞ。見りゃわかると思うが、これは本物のウサギの殺し屋を捕まえるための罠だ。ハマー・ジェイク、私立探偵だ。ラブホテル探偵と呼ばれている。カオルと俺のコンビネーションは最高だ。まず彼女が被害妄想のひどい妻に俺を頼るよう仕向ける。そして俺が疑わしい写真を撮る。撮った写真は妻か夫か高い値を出す方に売る。今回はずっと簡単だ。行方不明者の捜索だ。お前の考えは分かっている。ここ最近街で多くの人が消えた。全く大騒ぎだけど、俺には分かったんだ。あのウサギはあの子を探している。つまり彼女が生きていることはまず間違いない。これは頭脳戦だ。ハマ・ジェイク対ウサギ頭の殺し屋のな。ウサギは敬われる。ウサギは恐れられる。そしてウサギは答えにたどり着く。だから俺は自分自身にこう言ったんだ。ジェイク、ウサギを上回るウサギになるんだってな。そして俺はラブホテルに忍び込み、ふわふわコーナーからこの着ぐるみを借りてきた。俺が田中直之を見つけるのは時間の問題だ。にしてもどうしてあんな少女がカルト集団なんかに。オロチプロジェクトのろくでなしどもか。まあそうだろうな。恐怖救済センターはそこら中で社畜の子供をさらっている。カルト信者と陰謀か。まったく哀れなもんだぜ。もしその少女について何か分かったら教えてくれ。こんなの着てたら証言できねえじゃねえか。人は俺のことをラブホテル探偵と呼ぶ。まあ別に皆がみんなそう呼ぶわけじゃないが、それが俺の通り名だ。それに依頼主だって俺のことをそう呼んでいる。俺が本名を名乗るまでの話だが、今はジェイクと呼ばれている。ハマ・ジェイク、横浜ってのが本名だが短い方がしっくりくる。まあ法律上は短い方を使わなくちゃいけないのさ。国際企業の株主を装って銀行から借り入れをした時はひどく貧縮を買ったな。そのせいでクビになっちまった。ありゃ間違いなく俺の人生で最高の出来事だな。この仕事のおかげで俺は俺でいられる。以前はみんな負け犬を見るような目で俺を見ていた。だが今はどうだ。どこからどう見ても探偵だ。真実にたどり着くためなら何だってやるぜ。まあ限りなく真実に近いものもありだな。本当のところ金さえ積まれれば嘘だって構わない。何だっていい。金さえ手に入ればな。
俺はこの町が好きだ。ここには人がたくさんいる。つまり仕事のチャンスがたくさん眠ってるってことだ。例えばだ、人が3人集まりゃ、そのうちの1人は残りの2人のことを知りたがるもんよ。何をしているのか、金を払ってでもな。階段町は東京の中でも特殊な場所だ。人が想像できるありとあらゆるものがここにはある。まるで町中の夢や悪夢が凝縮されて全て飛び散ったみたいにな。それと忘れちゃいけねえ、セックスもだ。階段町にはそういうのが溢れている。この町なら隔離されてもそんなに悪くないかもな。俺と田中さんは古い付き合いだ。もうすぐ1年になる。俺たちの初めての出会いはラブホテルの近くでの取引だった。当初田中さんはそんなに俺に期待していなかったようだ。だが任務を遂行する中で俺に光るものがあったのを田中さんは見逃さなかった。俺は今田中さんの秘密任務についている。行方不明になった田中さんの娘の捜索任務だ。彼女は恐怖救済センターに捕まってしまった。田中さんの依頼は秘密裏に彼女を見つけ出し、秘密裏に彼女を送り届けること。田中さんは俺の身長差とプロ根性に一目置いている。俺の撮った写真は決して田中さんの奥さんには渡さない。約束は絶対だ。俺がお互いに尊重し合う中で生まれた信頼関係だ。最初の壁を作った時、これであれは防げるとやつらは思ったんだろう。だがそれは広がっていった。次に作ったのはずっと小さな壁だった。階段町の主要な出入り口を全て封じるためのな。それはまだ広がり続けている。隔離壁なんてとっくに越えてな。もしも見たけりゃ深夜に来てみるといい。壁の外で感染しちまったやつもみんなこの階段に放り込まれる。だからこの町には新入りがどんどんやってくるんだ。俺たちは補充されている。それが起こった時、俺はここにはいなかった。二日酔いでな、上野公園で眠りこけてた。それから仕事に取り掛かろうとしたら軍隊に捕まって尋問に連れて行かれた。田中さんと知り合いだったのは本当にラッキーだった。何が起こっていたのか政府は全く把握していなかった。あれはただの爆弾なんかじゃなかった。人が狂っていくんだ。ガスでもない、窒息死なんかよりもっとひどい殺し合いだ。1995年のサリン事件の時、俺はここにいた。今回のはあれよりずっとひどい。俺が地下鉄に乗らないのには理由がある。あの場所に流れ着いた子供たちを俺はたくさん見てきた。安い酒やタバコを欲しがって深夜に通りをふらふらとほっつき歩いているようなタイプの子供たちだ。いわゆる模範的な子供だ。子供たちの内部に影響を与えるんだ。子供たちを変えるために説教臭くなるやつもいれば、なんというか無口になっちまうやつもいる。爆弾が落ちた日以来あいつらの姿を見てねえんだ。無事だといいけどな。
救済法ってのは知ってるか？つまりだな、もしお前が何か価値のあるもののために自らの身を危険にさらせば、その価値に見合うだけの報酬が得られるんだそうだ。俺にはよくわかんねえが、けどロゴを見る限りどうやらオロチグループが関与しているみたいだな。金になりそうだな。オロチタワーはかなり静かだった。ヘリコプターと戦車が数機、政府も軍も当てになんねえ。今や銃を作っているのはオロチだ。それで奴らはどこだ？どうやら奴らは秘密兵器を作っているようだ。通りを一掃しちまうような強力な奴をな。一発で隔離地域も終わりだぜ。ドーンってな。まったくオロチグループ様は階段の救世主だな。アナンシタブレットに QBL ニュース、ビンゴコーラだ。俺は奴らのマスタープランの一部を知った。多大なる危険を冒してな。そこに転がってた死体からそれを救出したんだ。お前が交渉役だ。いいな。ただし俺の取り分は7割だぞ。
To answer your question, no. There is no one else here with me. Actually, I'm younger than that. 4.79 years old. My name is Jung. I already know yours. Verbal queries are a sloppy redundancy. Thoughts are quicker. We can skip the questions and go straight to the... You were staring at my head. I know what you were thinking about my head. You shouldn't have such thoughts. Stop thinking about my head. My apologies. Manners. You want to know about the Fear Nothing Foundation. This school and others like it are a part of an Orochi initiative. To use youth programs to study and develop certain ultra-natural talents in children. I am one of their more promising products. Fear Nothing hung around, collecting the dregs and dropouts of these programs. After the bomb, one of them came for me. A mean man. His head was like a snow globe, full of eels. He threatened me. So I very politely asked him to forget how to breathe. He complied. Fear Nothing is an adjunct of the Morning Light. Did you know that? Morning Light, Fear Nothing, Orochi. They are all intertwined. There is a Fear Nothing recruitment center downtown. But you've already been there. There is a more secret place for the gifted children. It's hidden somewhere beneath the suburbs. It's called the Clubhouse. I took that name from the mean man's head. They left clues in the ciphers of their own literature, so that the more canny students could find it. The other children used to bully me so very fiercely. It's all about dominance and hierarchy on the playground. They were Philistines and troglodytes all. Now, I have dominion of the playground. The swings, the slide, the seesaw, all mine. Just me. My biography would not command a high word count. I have not lived very long. Not in real time. In dream time, however, I have lived a vastly more... Well, that is a subject too complex to explain to you in this venue. I could squeeze it directly into your mind. But it would hurt. And that is not polite. I was born. My intelligence and psychic abilities were noticed soon after I was born. The capacity to move objects, project images, sift through the thoughts of others. I cannot imagine I was easy to care for in that larval stage, thinking only larval thoughts. What is more primordial than an infant? What is closer to the waters of our amphibian ancestry? What is further from morality? I vaguely remember the faces of my caretakers. The turnover rate was frightfully high. I was enrolled in Orochi's Rising Star program. Never mind my real name. That's locked away in their vaults and mainframes. They called me Subject 28. Later, they called me Hyung, for my propensity in quoting a famous psychologist.
Since the explosion, I have had trouble sensing anything outside Kaidan. The static disruption is significant, and perhaps malevolent. The world is not secret to me. All of your minds scream so loudly. I see everyone around me hiding behind glass. Everything is transparent. A rather terrible aquarium. And I keep looking. Their minds are highly conditioned. All of the defining sharp angles and edges worn down to a bovine dullness. Their mindscapes look just like those of the morning light. Only a different season. The Orochi controlled the specialized school system. Their rising star program. Their hubris was so obnoxious, as was being taught by people whose intelligence was several orders of magnitude below mine. To be constantly surrounded by such people. I do my best to be patient and polite. Like right now, for example. I could detect an erratic collection of thoughts. Hippity-hoppity thoughts. They hopped around so fast. It was as if they were in many places at once. They are very nasty thoughts. And very, very fast, even for the speed of thought. The signal is cutting off its own patterns, shedding what's left of its identity, so that it can become something else. I'm not surprised I was left behind. I am certainly not bitter. My gifts allow me to protect myself and this playground. It is mine now. All of the past humiliations here are just echoes. They are nothing. Loneliness is just craving for something containing naught but empty calories.
It's crack chimes! The old eons dream of the long, winging flight through the void! Beware St. Toad's crack chimes! St. Toad, come in my soul to the macula slime! Hearken, hearken, listen to the boiling beam! For he is the messenger of the lucid dreamers! The boiling beam beams of the stars that scream! The lucids approach! Eat, lest ye be eaten! For the dark teems with eaters. The city does not suffer. The people are liberated. The light burns so darkly. Light is dark and dark is light. Submit, submit to the bright darkness. Communion consume you!